はい、西名エンジンです。違うガソリンかな。西名エンジンです。軽油発動機西名。うまい語呂合わせができてるんだね。そうだね、語呂合わせでね。考えつかなんでこれがあれかなと思ったらなるほどなと思ってさ岡山市下石って書いてあります。西工作所です。これは 3.5 馬力かな。 2.5 じゃない。 2.5 ですか。 2.5 馬力、 3.5 ですよね。箱マグじゃね、大きい方ですね。さあかかるか。はい、かかりました。調子がいいですね。いや、そういうこと言わないでね。あ、そうか、これ切って。ね、こっちが排気バルブです。こちらが吸入バルブで、1本プッシュロートで、ロックアームが1つで、マフラー側にね排気バルブがついてるので、ロックアームが当然長くなるわけです。この西名エンジンね、非常にこのロックアームも長くて、このね見栄えがねとってもいいですね。ロックアームが長いと。でこちらが、キャブレターです。キャブレターもねこうやって真鍮製でできていたりとかしていて、非常にね重厚な作りになってます。まあ俗に言うね、まっすぐじゃなくて斜めになってる V ホッパー型です。そして箱マグがついてまして、ここにくるくる回ってるのがガバナーです。露出してますね。クランクケースカバーはプレスなんでしょうけどね、あの縁がきちんとやってありまして、縁取りがきちんとしてありまして、なんとなくね、なんていうんでしょう、重厚さを増している感じがします。ホッパーの上はね丸い形をしてまして、曲線がね美しいと思います。